中央アジアの区域拡落43窟壁画縁門、千仏図7から8世紀木汁石靴171靴壁画紙とガンダルバ中央アジアの美術。本校では東、西トルキスタンを中心とした中央アジア地域の美術について解説する。中央アジアと東西交易路中央アジアの定義には公共様々あるが、美術史上の地域区分としては、 パミール高原の東西に位置する東トルキスタンと西トルキスタンの両地域を指すのが一般的である。現代の国名では東トルキスタンは中華人民共和国新疆ウイグル自治区に相当し西トルキスタンは旧ソ連の中央アジア5カ国に加えてアフガニスタンの北部もここに含むのが一般的である。この地域は東方はタリム盆地及び ジュンガルボンチを含み、西方はカスピ海東岸に至り、北はアルタイ山脈と南ロシア草原地帯を含み、南はコンロン山脈とヒンドゥークシュ山脈までを含む。取り上げる文化によっては、スキタイの活動した国海北岸やガンダーラの位置するパキスタン北部までを含むこともある。なお、チベットとモンゴル高原については、自然地理的には、 中央アジアの一部と考えられるが、歴史的には中央アジアと一体の地域とは見なしがたい。この地域は文字通りユーラシアの中央部に位置し、世界でも最も海から遠く離れた土地であり、降水量の極めて少ない乾燥地帯である。トルキスタンはトゥルク人の土地の意である。この地域に暮らしたのはトゥルク系民族のみではなく、歴史上様々な民族や国家が攻防を、 繰り返したが、本校では便宜上、トルキスタンの地域故障を用いる。東西トルキスタンの地理を大局的に見ると、おおむね天山山脈と汁川を結ぶせにより、南は砂漠地帯であり、それより北は草原地帯である。この草原と砂漠との際は、それぞれの地帯の文化の際にもつながっている。すなわち、草原に暮らした木馬遊牧民の文化と、 砂漠のオアシスに暮らした農耕定住民の文化である。北の草原地帯に騎馬遊牧民が登場したのは紀元前千年前後とされている。彼らは家畜を引き連れて夏は高地、冬は低地へと移動しながら生活した。そのため彼らの飼う家畜は羊、ヤギなどのような群れを作る性質のあるものに限られた。一方、砂漠が大部分を占める南方の地域では、 周囲の鉱山の雪解け水を水源とする内陸河川の流域やオアシスなどに人々が定住し農耕や手工業、商業を営み都市を形成した。騎馬遊牧民の国家は機動性と軍事力に優れていた。一方、オアシスの民の国家は規模も小さく広い地域を連合した帝国を形成することもなかったためしばしば周囲の大国の侵略を受けた。 19世紀までの西欧の歴史家は、中央アジアの歴史をキバ遊牧民の国家とオアシス国家との対立構想、支配、非支配の歴史として語ってきた。しかし、この地域の歴史を、こうした遊牧民対定住民の対立の構図でのみ理解するのは適切でないということが指摘されている。長い歴史の中で遊牧民と低住民との対立構想があったことは事実だが、 平時には、両者はむしろ互いの必要とする物資を交換しつつ、共存共栄してきたのであった。騎馬遊牧民の社会経済構造は、自民族のみで完結するものではなく、生存のためには、農耕民族との共存が不可欠であった。遊牧民は、自らの有する家畜からけ、皮、肉、乳などを得ることができたが、彼らにとって不足していたものは、穀物などの農産物や、 絹織物などの手工業製品で、これらは低重農公民との交易で手に入れるほかなかった。一方、低重農公民は遊牧民から獣の毛、皮、肉や乳製品などを手に入れた。遠隔地との交易のためには輸送手段としての馬、牛、ラクダなどが必要であったが、低住民はこうした動物も遊牧民から調達したのである。この地域の美術作品は、 石窟寺院に残されていた壁画や塑像、都市遺跡、寺院史、古墓などからの出土品が主体である。これらの文化遺産はその多くがこの地域の歴史の変遷の中ではすれ去られ、あるいは砂漠に渦漏れていたものであり、19世紀末から20世紀初頭にかけて西欧を主とする外国の調査隊によって見出されたものであった。現存する海外品は、 石窟壁画が主であるが、板、紙、絹などに描かれた絵画もだんだんを入りく、アスターナなどから出土している。壁画は岩壁、または、レンガ壁に、植物繊維、羊毛、動物の糞などを混ぜた粘土を塗り、さらに漆喰の下地を作った上で描いたものである。彫刻は土地柄、土星のものが多く、木造、銅像の遺品は少ない。ガンダーラでは、 石像彫刻が盛んに作られている。中央アジアの美術の特色はその国際性にある。東の中国、西のペルシャに挟まれた中央アジアには、シルクロードと呼ばれる東西の交通路が通じ、人々や物資が行き交うとともに、古来多くの民族や文化がこの地で攻防を繰り返した。こうしたことから、中央アジアは文明の十字路とも称されている。 この地域で制作された美術作品にも土着の要素とともにヘレニズム、メソポタミアなどの西方由来の文化、中国、インドなど周辺地域の文化の技法やモチーフが混交している。また、宗教美術が多くを占めるのも中央アジア美術の特色である。イスラム海前の中央アジアでは仏教、ゾロアスター教、マニ教、 啓教などの宗教が信仰されたが、現存する遺跡、壁画、彫刻などは仏教関係のものが主である。タラスガーの戦いで、党がイスラム勢力のアッバース朝に敗れて以後、西トルキスタンでは、党の勢力が交代し、イスラム化が進行した。トゥルク系のカラハン朝は10世紀半ばにイスラムに改修し、10世紀末には東西トルキスタンを支配する勢力となったが、 このことにより、東トルキスタンでも次第に、イスラム化が進行した。本校では原則として、中央アジアのイスラム化以前の美術を扱う。イスラム帝国の影響下の美術については、イスラム美術の功を参照のこと。タリム盆地のベゼクリクセンフッツ道やキジルセックツ、アフガニスタンのバーミヤーンなどには、多くの仏教壁画が残っていた。ただし、バーミヤーンの壁画は、 2001年、イスラム原理主義勢力タリバンによって、大部分が破壊されてしまった。ベゼクリクやキジルの壁画は現存するが、その大部分はドイツなどの調査隊によって石窟から、剥ぎ取られ、ベルリン、東京などの博物館に収蔵されている。これらの壁画の製作年代については、石窟自体に年代を確定し得る名器がほとんど存在しないこと。 同時代の文献資料が存在しないことなどから正確な時期を推定することは困難である。近年、中国、日本、ドイツなどの研究者により放射性炭素年代測定の手法による調査が行われているが、その測定値は従来の美術史学による年代間よりも数百年遡る場合があり、中央アジア美術の変年は最高を迫られている。 名古屋大学の研究チームは2011年ベルリンアジア美術館所蔵のキジルセッ石窟壁画断片の下塗りに含まれていた藁・スサを資料として放射性炭素年代測定を行った。その結果、従来の美術史による壁画の年代間を数百年遡る年代が測定された。この結果については古い下塗りの上に構成になって壁画が描かれた可能性。 資料が何らかのコンタミネーションを受けている可能性などが指摘されているが資料が微量であることもあり確かな結論は出ていないアフガニスタンのバーミヤーンには東西二つの大仏のほか、多くの仏教石窟が造営されたしかし前述のようにイスラム原理主義勢力タリバンにより2001年3月バーミヤーン遺跡は破壊され東西の大仏のみならず石窟の壁画も その大部分が失われた。残された壁画の中には、国外へ不法に持ち出されたものもある。その後、2003年には、バーミヤン渓谷の文化的景観と古代遺跡群が、ユネスコの世界遺産に登録された。同年より、ユネスコが中心となり、ドイツ、イタリア、日本の専門家らによって、破壊された大仏の破片の収集、遺跡の保存、修復作業が進められている。 ただし、国民の多くが貧困にあえぐ地元アフガニスタンでは遺跡の修復よりも今生きている人間の生活向上を優先すべきだ、との声もある。アフガニスタンでは、1979年以降のソ連の侵攻とそれに続く内戦により、治安が悪化し、多くの文化財が不法に国外に持ち出された。日本の画家でユネスコ親善大使を務めた、 平山育夫は2001年に流出文化財保護日本委員会を設立し、アフガニスタンから流出して日本へ持ち込まれた文化財の保護活動を開始した。同委員会はアフガニスタンに平和と安定が訪れるまでこれらの文化財を日本で管理することとした。2015年、アフガニスタン側から日本へこれらの文化財の返還要請があり、102件の文化財が返還される。 こととなった。アフガニスタンの首都カーブルの国立博物館は内戦の時期に収蔵品の略奪を受けた。1994年には館の建物が砲撃を受け、2001年にはタリバンの支持者が館に侵入してハンマーで文化財を叩き壊した。こうしたことから国立博物館所蔵の貴重な収蔵品は滅出したものと思われていた。 ところが、アイハヌム、ティリアテペ、ベグラムなどの出土品は、大統領宮殿地下の秘密の場所に保管されており、無事であることが2003年に確認された。これらの文化財は、世界各地の博物館を巡回する展覧会で公開されている。2016年1月から6月まで、九州国立博物館と東京国立博物館で開催された特別展。 黄金のアフガニスタンから守り抜かれたシルクロードの秘宝マイナスでは、アイハヌム、ティリアテペ、ベグラムなどの出土品のほか、流出文化財保護日本委員会保管のアフガニスタン流出文化財も展示された。西トルキスタンの遺跡の位置西トルキスタンの地理は、対極的に見れば草原地帯と砂漠、オアシス地帯とに分かれる。北部は遊牧民の暮らす草原地帯であり、 南部にはカラクム、キジルクムと呼ばれる砂漠が広がる。これらの砂漠の間をアム川、シル川などの内陸河川が流れる。両川はパミール高原に源を発し、古代にはカスピ海に注いでいた。古代の地域名としてはバクトリア、ソグディアナ、ホラズムなどがある。バクトリアはアム川の上流域で道川の南、ヒンドゥクシュ山脈の北に位置する。 コトサマルカンドが位置するソグディアナは、アム川とシルガーに挟まれた地を指す。この地は、アラビア語では、マーワラアンナフルの意と呼ばれ、ヨーロッパでは、オクサス川の向こうの地という意味のトランスオクシアナという名称で呼ばれた。ソグディアナを出自とするソグド人は、イラン系の農耕民で、東西交易に重要な役割を果たした民族として知られる。ホラズムは、 アム川下流域、銅川が、アラル海に注ぐ出る立地帯の地方名である。これらの地は、紀元前4世紀後半のアレクサンドロス大王の、東方遠征後、ヘレニズム文化圏に入った。そのため、東西文化の交流を称する遺跡や遺物が、残されている。西トルキスタンでは、その歴史を通じ、エフタル、特決などの遊牧民族や、ギリシャ系、イライ系、 ルク系、モンゴル系など、様々な出自の民族とその国家が攻防を繰り返した。紀元前250年頃に成立したグレコバクトリア王国は、ヒンドゥクシュ山脈を越えて、西北インドにまで勢力を伸ばし、後一世紀に成立したクシャーナ朝はさらに、ガンジス川中流域までをその半都とした。このようにして、この地では、ギリシャローマ、西アジア、 インドなどの文化と、北ユーラシアの遊牧民文化とが交錯した。9世紀のサーマーン朝の成立以後は、この地のイスラム化が進んだ。サーマーン朝が滅びた後は、トュルク系遊牧国家のカラハン朝がこの地を支配する。以後、近代まで、この地にイラン系の国家が成立することはなかった。セルジューク朝、カラキタイ、チャガタイ半国、ティムール帝国の支配を経て、 同帝国が滅亡した16世紀以降は、トゥルク経由牧民のウズベク人の国家が、平立するようになった。このように、支配者はたびたび交代するものの、9世紀以降は、イスラム勢力の支配が定着して、近代に至っている。海中分をのアフガニスタン北部出土製動機、時代積成女製造前2000から1800年頃ウズベキスタン・タジキスタンの国境付近には、 紀元前7000年期の洞窟壁画が見出されているが、この地域における戦死時代の遺品で美術作品と称し得るものは多くはない。紀元前6000年代頃、西アジア経由で農耕、牧畜が伝わるとともに、サイモン土器を伴う文化が出現する。この時代の遺物であるサイモン土器、テラコッタ製の土偶、印象などにはメソポタミアやイランの影響が見られる。 紀元前3000年代の後半から紀元前2000年代の前半にかけて中央アジアは青銅器時代に入った。メトロポリタン美術館所蔵の怪獣文斧はバクトリアの青銅器文化を代表する作品として知られている。これは儀式用の銀製の斧で長さ15センチメートル。アフガニスタン北部の湿度で紀元前2000年から 紀元前1800年頃の作と推定されている。本作は、その細密な造形から老型鋳造と思われ、表面には金箔を張っている。この斧のほぼ中央に表されているのは、ワシの頭と人間の胴体を持った立像で、このワシ人間は左右の手で一頭ずつの動物を押さえつけている。ワシ人間は、斧の表裏両面に表されているため、頭が二つあるように見える。 二頭の動物のうち片方はイノシシで、その背中の部分が斧の刃になっている。もう一頭の動物は、猫科動物の胴体に、猛筋類のような足を持ち、角と翼がある。こうした、動物群は、全4000年期のイランのスタンプ印象にも、同様の衣装が見られる。オシカタテスキタイヒツジなどの家畜を飼い、牙で移動する牙遊牧民族が、 北方草原地帯に登場するのは、おおむね紀元前千年前後とされる。こうした民族のうち、美術の面で特筆されるのは、イラン系の遊牧民と見られるスキタイである。スキタイは、紀元前8世紀から、紀元前3世紀頃まで、国会北岸から中央アジアにかけての草原地帯で、活動した。移動を常とする彼らの文化が残した遺産は、 持ち運び可能な金属製のバグや武器が主体で、それらの文様は主に鹿、霊洋、鷲、ライオン、グリフィンなどの動物をモチーフにしたものである。中でも、ライオンと鷲が合体した架空の生物であるグリフィンは、力の象徴として、また霊魂を遺界へ運ぶ動物として崇拝されたため、文様に多く用いられている。金属製品に表される動物文は、 草食獣は獅子を折り曲げ、肉食獣は体を丸めた形に表すものの多いことが特色である。こうした隙体の動物衣装について、かつてはその起源をアッシリアなどの西アジアに求める説が主流であったが、近年はこれを南シベリア、モンゴル高原などのユーラシア東部の独自様式と見る説が有力になっている。グレコバクトリア王国、キュベレ女心臓円盤愛。 ハヌムシツドメナンドロスのコインメナンドロスのコイガーム川流域、ド川とヒンドゥークシュ山脈の間に広がる気候温和で肥沃な土地は古くはバクトリアと呼ばれイスラム海後はトハリスタンと呼ばれた7世紀にここを訪れた現状はトカラ国と記している紀元前6世紀の半ば頃からバクトリアの地はアケメネスアサペルシャの領域下にあったベヒストゥンヒブンには アケメネス朝の属州として、バークトリシュの名が見える。紀元前330年前後、アレクサンドロス大王の軍が、ペルシャ軍を破って以降、多くのギリシャ人が移住し、この地は、ヘレニズム文化圏の一部となった。アレクサンドロスの没後はセレウコスアサシリアの支配下となり、紀元前250年頃、ギリシャのディオドトス一世が、セレウコスアサから独立して、 グレコバクトリア王国を建てた。同国は、四代目の王デメトリオスの時代にその半島を北西陰雲の方面にまで広げる。その後、バクトリア本国では、エウクラティデス一世が反乱を起こして、別の王朝を建て、王国は、グレコバクトリア王国と、インドグリーク朝に分裂した。多くのギリシャ人がインドへ移住した後、グレコバクトリア王国は、 紀元前2世紀半ば頃に遊牧民族の信仰によって滅ぼされた。もともと少数派であったバクトリアのギリシャ人は遊牧勢力に対抗する力を持たず徐々に土着民族に同化して消滅していったものと見られる。グレコバクトリア王国を滅ぼした民族については大月市であるとも周辺の他の遊牧民族であるとも言われ、判然としない。また、この頃から クシャーナ朝が成立する紀元後一世紀頃までのバクトリアの歴史は不明な点が多い。古代交易が盛んに行われていたアフガニスタンからは多数のコインが出土している。こうしてコインは出土遺物の乏しいバクトリア王国の歴史や文化を知る大きな手がかりである。中でもメナンドロス一世のコインはギリシャ文字と土着のカローシティ文字の両方が 使用されている点で興味深い。このコインは表にヘルメットをかぶった王の横顔、裏には盾を持って立つアテナの立像を表す。表にはギリシャ文字でバジレウスソテロスメナンドロイトあり、裏には同じ意味のことがカローシティ文字で記されている。カローシティ文字はガンダーラ語を記述するために現在のパキスタン北部とアフガニスタン北部で使用された古代文字である。 中国やギリシャの歴史書に見えるバクトリアの王とバクトラは現在のアフガニスタンのバルフに否定されている。しかしバルフにある城塞遺跡であるバラヒサールではバクトリア王国時代に遡る遺物は確認されていない。バクトリア王国時代に遡るギリシャ式の都市遺跡として初めて発見されたのはアフガニスタン北東部に位置するアイハヌムである。アイハヌムとはウズベク語で ガツの夫人を意味する。アム川と国茶川の合流点に位置する。この都市遺跡は1964年以降、ポール・ベルナールを中心とするフランス隊によって発掘が行われた。アイハルムは、西は、アム川、南は、国茶川をそれぞれ境とし、市街地には長さ約1 6トルのメインストリートが南北に貫通する。この道の東には、 アクロポリスの丘や半円形劇場があり、西には王宮、神殿、指導、体育場などがあった。建物は日干しレンガを主体とし、柱には石灰岩の霧石を用いている。柱の様式はコリント式が主である。建築に日干しレンガを多用する点はアジア的であるが、都市のプランはギリシャ的なものである。 前述の指導にはこの町の創設者であるキネアスを祭り、そこからは同人の母妃であるキリシャ語の秘文が出土している。アイハルムは紀元前4世紀末頃に建設され、紀元前1世紀に侵略者によって破壊された後は再建されずに放棄されている。交通の要衝でもない、この地に大規模なキリシャ式都市が建設された理由はよくわかっていない。 当地からの出土品には、石灰岩や大理石製の彫像、コイン、造下製品などがある。アイハヌム出土遺物のうち、キュベレン女心臓円盤が著名である。この円盤は、銀製と金で、計25センチメートル。二頭の獅子が引く二輪の戦車の上に、キトンとヒマティオンを起した、キュベレー女神が立ち、その脇には、有力の女神が立つ。 戦車の背後から女神に日傘を差し掛ける人物は神官と見られる。戦車の前方にも別の神官がいる。天空には太陽を五光としたヘリオスが表され、その横には三日月と星が見える。キュベレーは小アジア紀元の神、ニケとヘリオスはギリシャの神であり、馬車はペルシャ風であるなど、この小さな円盤の中にも様々な文化の要素が見られる。 アイハヌム出土品クシャーナ朝米紙飾りティリアテペに号母、出土有欲の女神ティリアテペ出土起源後1世紀から3世紀にかけて存続したクシャーナ朝の下では仏教文化が栄えた。クシャーナ朝の成立にはモンゴル方面から移動してきた遊牧民の大月氏が関わっている。大月氏の出自についてはイラン系と言われるが、チュルク系、チベット系などとする説もある。 中国の史書に月史と表記される、この民族はモンゴル高原において別系統の遊牧民である郷土と勢力を争っていた。紀元前2世紀半ば、郷土の木突前雨は月史を破り、モンゴル高原を統一。月史は天山山無北方の入りへ追いやられ、そこをさらに追われて西方の西トルキスタンへ移動した。中国の史書では月史のうち、 チベット方面へ移った者を、オズキ氏、西方へ移動した者を、オ月ツキ氏と称している。中国の史書には、オ月ツキ氏は、バクトリアに五級行を置いて支配したとある。サカリーとは部族あるいは、諸校の意であるが、五級行のうちの一つ、中国で有機層サカリコが、紀元後一世紀の赤頃に兄弟化し、統一王朝を建てたという。この王朝、インド史では、クシャーナ朝という、 この国の歴史については、不明な点が多く、基礎についても、大月氏の一族とする説と、土着のイラン系民族であるとする説とがある。クシャーナ朝、第三代のカニシカ王は、仏教の被護者として知られる。この王の時代に、クシャーナ朝は、ヒンドゥクシュ山脈を越えて、支配地域を北西インドからガンジス川流域まで広げた。ガンダーラの仏教美術も、 クシャーナ朝の産物である。クシャーナ朝の丘陵は三世紀前半には、ササンアサペルシャの支配下に入って、クシャのササン朝と呼ばれた。クシャーナ朝と同じ頃、その西方のカスピ海に至る地域は、紀元前247年頃に成立したアルサケスアッサパルティアの領域であった。パルティアは、クシャーナ朝と並行して、紀元後三世紀前半まで存続したが、 アルダシール一世に破れて滅亡した。アフガニスタン北部、シバルガンの北5キロメートルに位置するティリアテペは、紀元後一世紀のコボ軍である。ティリアテペは、黄金の丘の井で、ここには、大月四国内シクシャーナ朝初期に属するコボ6機が、残る。1978年から旧ソ連によって、行われた発掘により、これらのコボからは、約2万点の黄金製品が出土した。 墓はいずれも土工墓で、遺体は木管に収められていた。6機の内第4号墓の被葬者は男子、他五機は女子である。墓の構造は単純だが、副装品は黄金製品を中心とする豪華なもので、黄金製あるいは黄金に、トルコ石を造眼した冠、ネックレス、装飾品、留め金具、探検の柄と鞘などがある。副装品のモチーフには、アフロディーテのような、 明らかなヘレニズム的要素のほか、パルティア、月タイインドなどのアジア的要素も見られる。副葬品には、ローマのティベリウス近海や中国、全館の同郷などもあった。有力女神像米紙飾りティリアテッペシツドの黄金の異物、ベグラムは、アフガニスタン東部、カーブルの北70キロメートルのヒンドゥークシュ南国に位置する。ここは、クシャーナ町の夏の都であり、古代、 カーピシー国の首都でもあった。ベグラムの遺宝と呼ばれる遺物群は1937年フランス隊の調査によって発見されたものである。ベグラムには新旧二つの都の城跡があるが、このうち新しい方の都の城には宝庫と思われる二つの密閉された部屋があり、そこからクシャーナ朝とローマなどの異文化の交流を物語る数多くの遺品が出土した。 中でも注目されるのは、ガラス製品、エジプトの製銅像、インドの造毛細工、中国の漆器の断片などである。出土品中には、ローマないしその俗州で製作されたガラス製品、いわゆるローマングラスの有品が多い。技法的には吹きガラス、カットグラス、ミルフィオリグラス、エナメルサイエ付けなどが見られる。インドの造毛細工は化粧箱や椅子などの、 装飾版として制作されたもので、インド美術特有の肉感的、感能的な人物表現が特色である。中国艦大の版、自廃などの漆器の破片も見られる。ベグラムの違法菩薩立像変顔ガンダーラ、名サ三ダ湿度高120センチメートル、ギメ美術館フッツネホムキボリロリアンタン外湿度2から3世紀、コルカタインド博物館、滝白。 ダルマラアジカーのストゥーパー遺跡、タキシラ、シルカップ遺跡、相当のワシのストゥーパヘレニズム的要素の強い、仏教美術を生み出したことで知られるガンダーラは、現代のパキスタン北部、ペシャーワル地方を指す古代地名である。ガンダーラの仏教美術はインド、中央アジア、中国などの仏教美術に影響を与えたという点で、重要である。通常、ガンダーラ美術とは、 競技のガンダーラのほか、北方のスワート、東方のタキシラ、西方のアフガニスタン北部地方などを含む文化圏の美術を指す。ガンダーラの美術については、これをインド美術の枠内で論じる場合もあるが、世界美術大全集東洋編、東洋美術史などは、中央アジア美術の項目にガンダーラを含めている。世界美術大前修東洋編は、ガンダーラ美術には、 インド的要素よりもヘレニズムなど西方の影響が顕著であるとした上でガンダーラ美術をインド美術の枠内に含めるのは近現代の国境線にとらわれた考え方に過ぎないとしている。ガンダーラの地名は紀元前6世紀のアケメネス朝ペルシャのベヒストゥン、碑文に同王朝の俗習として見える。以降この地はマウリア朝、インドリク朝、インドスキタイ朝、 インドパルティア朝などの支配下に置かれたが、当地方で仏教美術が栄えたのは、紀元後1世紀から3世紀、クシャーナ朝の時代にあたる。前述のように、クシャーナ朝の羊は、イラン系と推定される遊牧民族であった。同じく遊牧国家であったパルティアが、文明の発達という面ではあまり貢献しなかったのに、対し、クシャーナ朝が文化面で果たした役割は大きかった。 中央アジアの大部分に半島を広げた。この帝国は、ヘレニズムやインドなど、東西の文化と土着の文化が融合した、複雑な状況下で約4世紀にわたって安定した支配を続け、この地域の文化の発展に貢献した。インドに発祥した仏教の他地域への伝播にも大きな役割を果たし、その影響は中国を経て、朝鮮半島、日本にまで及んだ。ガンダーラの地において、 ヘレニズム的要素の強い仏教美術が生み出された背景には、こうしたクシャーナ朝の特性とともに、この地にはすでに紀元前2世紀頃にインドグリーク朝が進出し、西方の文化を受け入れる下地ができていたこともある。ガンダーラはまた、仏像の制作、すなわち仏だを歌詞的な人間像として表すことが最初に行われた地としても知られる。中インドでは、 長らく仏陀の像は作られず、浮彫り彫刻などの造形作品においては、人間像としての仏陀を直接表す代わりに、台座、足跡、菩提樹、法輪などによって象徴的に仏陀の存在を表現していた。最も早い時期に仏像が作られ始めた地域は、ガンダーラと中インドのマトラーである。ガンダーラ、マトラーのどちらで先に仏像が作られたか。 またその時期はいつであったかについては、様々な説がある。一般的には、仏像の制作が始まったのは、ガンダーラの方が、やや先行し、その時期は、紀元後一世紀とする説が受け入れられている。クシャーナ朝では、第三代の王、カニシカが仏教を保護奨励し、同王の時代に仏教が流盛したとされている。ただし、クシャーナ朝の歴史自体に不明な点が多く、 か西しの在院年代についても小説あって、半然としない。ガンダーラの仏教美術の遺品は多数残っており、インド、パキスタンをはじめとする各国の博物館に所蔵されている。しかし、これらの個々の作品の制作年代を特定したり、様式による変年を行うことは困難である。これは、作品自体に年代を明記したものが乏しいことに、加え、 学術的な発掘によって出土した作品が少ないことによる。ガンダーラの仏教美術は前述のように紀元後一世紀に始まり、最世紀は二から三世紀であったが、その後も制作は続けられ、エフタルが侵入した五世紀あるいはそれ以降までは継続したものとみられる。彫刻の素材の点では、むね前期は石像、後期は素像が主体であった。 木だらくシャーの木には、滝白やハッタで素像が盛んに制作されている。石像彫刻は変顔性のものが多いが、地域によって材質に変化があり、ハッタや滝白では、石灰岩、スワートでは緑変顔が使用されている。各地の美術館に収蔵されるガンダーラの彫像は、元はストーパや寺院の壁面を飾っていたものである。正面からは、 丸彫りのように見える彫像も背面を造形していないことが多く、こうした像は丸彫りに近い高浮彫りであったと見られる。ガンダーラの仏陀像は両足を開き気味に堂々と立つポーズのものが多く、この点はクシャーナの王構造を思わせる。一方、顔形表現はギリシャ風であり、生成を表す円光はイラン系のものである。このようにガンダーラ彫刻にはヘルニズム、 西アジア、インドなどの外来要素が混交している。仏陀像の他に、菩薩像も制作された。菩薩像は、豪華な装身具を身につけ、サンダルを履くなどの点で、仏陀像と区別される。また、仏教説話の場面を表す浮き彫りも多数、制作された。ガンダーラでは、本小図よりも、仏伝図の主題が好まれ、特に仏陀の生涯の読んだ維持に関わるものが多い。 カーブルの北方 117km にあるフォンドゥキスタンは7世紀後半の仏教寺院史である。ここからはテラコッタ製の仏、菩薩像や壁画が出土している。菩薩などの人体表現は細身で官能的であり、インドグップタ朝の様式を反映している。ビーマラーンシャリ容器、カニシカシャリ容器アフガニスタン北東部。 ヒンドゥークシュ山脈中の渓谷地帯であるバーミアンには多数の仏教石窟が作られ、中でも東大仏、西大仏と呼ばれる二体の巨像が著名であったが、2001年にイスラム原理主義勢力のタリバンによって破壊されてしまった。両大仏のみならず、石窟内の壁画や周辺の関連文化財もその多くが失われた。バーミアンは、 カーブルの西約2 3 0トル、標高約2 5 0 0ルに位置する東西に長い盆地である。西から東へバーミアン川が流れ、その北をカーブルとヘラートを結ぶ街道が通る。石窟群はこの街道の北にそびえる歴岸の絶壁をうがって形成されている。石窟群は東西約1 3 0 0ルにわたって約750窟があり、 その東西端近くに東大仏と西大仏があった。このほか盆地の東方には角落川西方にはホラディ川がそれぞれ南から北に流れてバーミヤン川に合流しているが、これらの川沿いにも多数の石窟がある。バーミヤンの石窟群の造営時期については記録がないため確かなことはわからないが、概ね5世紀頃に造営が開始され、 7から8世紀に造営が最も盛んになったと考えられている。西暦400年頃に再域を経てインドへ旅した北県の二国コ期にはバーミアンを訪れた記録はない。一方、629年に当地を訪れた現状は大東災域期にバーミアンについての詳細な記録を残しており、東西の大仏についても言及している。722年には、 白木の総江町がバーミヤンを訪れており、少なくともこの頃までは当地で仏教が信仰されていたことがわかる。かつて存在した東大仏は高さ38メートル、西大仏は高さ55メートルであった。両大仏は歴岸の断崖を後輩型に掘りくぼめた中に立ち、表面は土と漆喰で造形されていた。門は造表面に 多数の杭を打ち、杭と杭の間に縄を張り巡らした上を漆喰で塗り固めたものであった。両大仏の顔面はタリバンによる破壊以前から失われていた。7世紀にバーミヤンを訪れた現状は、大東西域期に、ガランの西には高さ104、50尺の金色の列仏ッの石像、ガランの東には高さ104尺の中石の釈迦立像があったと。 記しており、それぞれ、西大仏、東大仏を指すと見られる。注意しとは、真鍮の別称である。この記述については、現状が、石像の東大仏を、金属製と誤認したとする解釈もあるが、そのような誤認はあり得ないとする意見もあり、真相は不明である。約50の石窟には、壁画が描かれていたが、それらの正確な製作年代は不明である。 東西大仏の石窟の天井から側壁にかけても壁画があった。西大仏窟の壁画は、剥落が激しいが、多数の菩薩像や学人、秘天などの像を並べたものであった。一方、東大仏窟の壁画は、天井中央部に四頭だとの馬車に乗る、太陽神、スールヤを表し、周囲に、仏や供養者を表すものであった。タリムボンチ東トルキスタンは、 東北はアルタイ山脈を境にモンゴル高原に接し、東方は火星回路を経て中国へ繋がり、南方はコンロン山脈を境として、その先はチベット高原である。アルタイ、コンロン両山脈の中間あたりに天山山脈が東西に伸び、その北はジュンガル盆地、南はタリム盆地となる。天山。 コンドンの両山脈に囲まれたタリム盆地には広大なタクラマカン砂漠が広がり、その周囲にカシュガル、クチャ、トルファン、ホウタンなどのオアシス都市が点在する。中国人はこの地域を採域と呼んだ。採域とは、読んで字のごとく、中国から見て西方の地域を指す用語であるが、協議にはパミール高原までの土地、すなわちタリム盆地を指した。タリム盆地には、 古くから多くのオアシス国家が存在し、その支配者は長い歴史の中でしばしば交代した。すなわち、強度、月子、エフタル、特決などの遊牧国家が支配した時期と中国の支配下となった時期とがあった。シルクロードの主要交通路中央アジアを東西に貫通する交易路をシルクロードと称し、その一部が世界遺産に登録されている。 シルクロードの名称は古くからのものではなく19世紀ドイツの地理学者リヒトホーフェンが1877年に刊行した著書で用いたのが最初である。リヒトホーフェンや弟子のヘティンが用いたシルクロードは東トルキスタンを東西に走る交易路を指したが今日のシルクロードはより広く中国から地中海東岸までユーラシア大陸の東西を結ぶ 公益路を指している。この公益路には、北方草原地帯を通る、いわゆる草原の道と、南の砂漠地帯を通る、いわゆるオアシスの道とがあった。シルクロードという語は、一般に校舎を指す場合が多いが、歴史的には前者、すなわち草原の道の方が主たる交通路であったと指摘する研究者もいる。いわゆるオアシスの道には、 天山山脈の北を通る天山北路と南を通る天山南路があり、後者はさらに、桜間間砂漠の北縁を通る西域北道と南縁を通る西域南道に分かれる。天山北路は中国からはみ、トルファン、ウルムチを経て天山山脈の北を通り、石区湖方面へと至る道である。西域北道は、トルファンで天山北路と分かれ、カラシャール、クチャ。 アクスを経て、カシュガルへ至る。一方の西域南道は、ホータン、ヤルカンドを経て、やはりカシュガルに至る。カシュガルからは、パミール高原の北の地境を通って、西トルキスタンに至り、北西路と南西路に分かれる。北西の道を取れば、フェルガナ、ソグディアナを通って、アラル海、南ロシア方面へ通じていた。一方、南西に向かえば、バクトリア、シリアを経て、 ビサンティウムへ、あるいは、バクトリアを経て、南のインド方面へ至る。インドに発祥した仏教は、北西インドを経て、紀元前1世紀頃には、西域南道の諸都市に伝来した。前1世紀の西域諸国、5世紀の西域諸国、タリム盆地のオアシス国家軍の起源については、よくわかっていない。中国側の記録によると、この地方には、前漢の時代36カ国、 五冠の時代には五十五カ国があったという。紀元前三世紀頃には遊牧民族の月ュがこの地に勢力を有していた。月ュは紀元前八世紀にはモンゴル高原を支配していたとされ、その民族系統はイラン系とされているが、モンゴル系、テュールク系などとする説もある。月ュの支配地の東方には別系統の遊牧民の強度がおり、月ュと勢力を争うとともに、 南の中国にとっても重大な脅威となっていた。前述の通り、紀元前二世紀半ば頃、郷土の牧突前雨は月子を破り、モンゴル高原を統一。破れた月子は西方へ追いやられ、西トルキスタンに定住した。この聖戦した月子を大月子と称する。紀元前二世紀後半、北方の遊牧民、郷土の度重なる信仰に悩まされていた、の武帝は、 強度と敵対していた大月氏と軍事同盟を結んで郷土を強度を攻撃しようと考え、大月氏への使者を募集した。この募集に応えたのが下級役人であった長剣である。長剣が施設団を率いて長安を出発したのは紀元前139年頃であるが、ほどなく強度に捕らえられ捕虜となってしまった。長剣は捕虜生活中に妻を与えられ、子も儲けたが、 10年余りの後に脱走。ようやく西方の大月氏の国にたどり着いた。ところが、大月氏の王は、バクトリアの地は物産も豊かであり、今の暮らしに満足しているとして、官と同盟して、強度を打つ計画に加わる気はなかった。13年にわたる苦難の長旅の後、長賢が官に帰ったのは、紀元前126年のことであった。 大月氏との同盟という当初の目的こそ果たせなかったものの、長剣は西域の地理、文化などに関する貴重な情報をどこにもたらし、これがその後の漢の西域経営や製法との交易に資するところ大であった。このことから長剣はシルクロードの開拓者と言われている。紀元前121年、武帝和火災4軍を設置し、タリム盆地のオアシス都市をも漢の管理下に置いた。 紀元前59年、先帝は、斎役と語府を置き、斎役経営をさらに強固なものにした。しかし、全館が滅び、丹明王朝の審が成立すると、斎役諸国は再び強度の側についた。五貫の将軍班長は再役を攻撃し、紀元後94年頃までには再役を平定。しかし、班長の死後には、五貫の斎役経営は弱体化した。 5世紀後半には、西方の遊牧民にエフタルが再域を支配する。エフタルの実態は不明の部分が多く、イラン系とも戦費系とも言う。6世紀半ばにはエフタルが特決とサン朝に、攻撃されて滅ぼされた。特決は、その後再域を支配するが、583年に、東特決と西特決に分裂し、東特決は630年、等に服属した。 唐は640年に安政都護府を置いて西域経営を強化するが751年のタラス川の戦いでアッバース朝に敗れる。加えて755年には安氏の乱が発生し唐の西域における支配力は後退していった。その頃、モンゴル高原にはウイグル人の国家である遊牧ウイグル王国が栄えていたが、同国は840年。 キルギスの侵入によって滅ぼされ、死散した亡命ウイグル人の一部は南下して、タリム盆地に移動し、盆地の東に天山ウイグル王国を建てた。一方、盆地の西には別のトゥルク系民族によってカラハンチョウが建てられた。カラハンチョウが10世紀半ばにイスラムに改修するとともにこの地のイスラム化が進行した。その後のこの地域は、12世紀には、 キッタン族の国であるから期待の支配するところとなり、モンゴル帝国、チャガ大半国、オイラトのジュンガル帝国を経て、1758年には、権竜帝地下の新朝の支配するところとなった。トンコウバッコークツの造強道で調査中のペリオ19世紀後半から20世紀前半に、かけてロシア、ヨーロッパ諸国、日本などの地理学者や探検隊が相次いで、 タリム盆地への調査旅行を行った。こうした調査により、砂漠に覆われた不毛地帯、世界史の空白地帯と思われていた、この地の文化に光が当てられ、東洋学の発展に貢献することとなった。一方で、これらの調査隊が貴重な壁画や祖像を現地の石窟から自国へ持ち去ったことは、文化遺産の破壊、略奪行為であるとして非難する声もある。 早い時期から中央アジアの探査を開始したのは、帝政ロシアであった。セミオーノフは1856年から翌年にかけて、天山山脈方面を調査。ブルジェワルスキーは1870年以降1885年にかけて5時にわたり、天山南路、モンゴル、韓宿、北、チベットなどの調査を行っている。ローラン遺跡の発見者として、著名な スウェーデン人地理学者のスベン・ヘディンは、リヒト方編の弟子であり、ベルリン大学で地理学を学んだ。ヘディンは1893年から1934年に、かけて5時にわたり、タリム盆地の調査を行っており、幻の湖とされていた、ロプノールがさまよえる湖であるという説を提唱した。トンコーの調査で知られるオーレルスタインは、ハンガリーの生まれで、後に、 イギリスに帰化した。スタインは、ウィーン、ライプツヒ、オックスフォードなどで学び、インドのラホール東洋語学校の校長を務めた。彼は1900年から1916年にかけて3時に渡り、タリム盆地、特にホータンの調査に携わった。また、トンコウバッコウクツの番人であった王道士と交渉して、バッコークツの 第17靴に秘蔵されていた写本や仏画を持ち出したことでも知られる。ドイツ隊は1902年から1914年にかけて4時にわたり、西域北道のクチャ、トルファン方面の調査を行った。ドイツ隊の中心人物はアルベルト・グルンベーデルとアルベルト・フォン・ルコックである。ルコックがベゼクリクセン・フッツドやキジルセックスの壁画を大量に、 切り取ってドイツに持ち帰ったことについては文化遺産の破壊、略奪であるとの批判がある。以上の人々にやや遅れて探査を開始したのはフランスのポールペリオである。彼は若くしてハノイのフランス極東学院の中国語教師を務め、1906年から1908年にかけてクチャ、トルファン、トンコウなどの調査を行った。 トンコー石窟の岩屋番号をつけたのは彼である。また、その天才的語学力を活かし、トンコーバッコー窟の造強道で写本の調査にあたり、多くの夕品をフランスへ持ち帰った。ロシアのセルゲイ・オルデンブルグは1909年から1915年にかけて2回にわたり、トルファン、カラシャール方面の調査を行った。日本からは西本願寺の門主であった。 大谷洪水を中心とする大谷体験隊が1902年から1914年にかけて3時にわたり最域の調査に出かけている。大谷の目的は大乗仏教東電の軌跡を実地に調査することであった。以上の調査隊の将来品は大英博物館、ロシアのエルミタージュ美術館、ベルリンの国立アジア美術館、パリのギメ美術館と フランス国立図書館などに収蔵されている。大谷体験隊の将来品は、東京国立博物館、韓国国立中央博物館、旅順博物館に分蔵されている。西岸ズベゼクリクセンフッツ堂、第20号屈、第9次イントルファンは、天山南道の東方に位置し、タリム盆地とは別に独立した盆地を形成している。漢語では、トロバンと書き、 古代の車四国、交渉国にあたる。トルファン地方は標高が海抜ゼロメートルよりも低い得意な地形で、盆地底部のアイリン湖の水面の標高は海面下154メートルに達する。この地は降水量が極めて少なく、風が強く、夏は酷暑で冬は寒いという厳しい気象条件のもとにある。しかしながら、この地は 天山北路と南道の分岐点にあたる東西交易路の要衝であることから歴史上様々な民族や国家がこの地の支配権をめぐって争った。紀元前2世紀から紀元後5世紀まで当地には車市というオアシス国家があり高賀城を本拠としていた。紀元前1世紀には全館が当地に入植し軍事要塞を築いた。その後6世紀初頭からは 韓宿出身の一族である法治氏が統治を支配した。この国は約140年間存続したが、640年、党によって滅ぼされた。党は統治を青州と解消し、安政都語府を置いて再域経営を開始した。安政都語府はその牧茶に移ったが、トルファン地区の国際的重要性はその後も変わらなかった。 旧世紀には、ウイグル族がこの地に移住し、交渉会骨を建てる。トルファン周辺には、カラホウジョ、高川古城、アスターナコボ郡、ベゼクリク船仏道などの都の城跡、コボ、石窟寺院が残されている。カラホウジョは、内城が一辺約 1km、外城が一辺約 1.5km の、方形プランの都の城跡である。その起源は、 紀元前一世紀の前漢時代に遡り、唐の支配下で清州と呼ばれた時期を経て、交渉改骨の時代まで存続した。仏教寺院史のほか、京教の絵画、マニ教の経典など多宗教の遺物も出土している。アスターナは、古城の北に位置する古代の埋葬の地で、三世紀から八世紀に至る古墓が見出されている。乾燥した気候のため、ここに埋葬された遺体は、 ミイラ化し出土品にも、一般の遺跡では残りにくい絹製の染色品、紙に描かれた絵画などの有機性の遺物が多く見られる。日本の東京国立博物館と MOA 美術館にある樹家人物を描いた紙絵は、アスターナ出土で同じ墳墓から出土したものが、別々のルートで日本にもたらされたものである。この地区を代表する遺跡として、 ベゼクリクセンフッツ堂がある。センフッツ堂は、ドルファンの東方五十数キロメートルに位置し、ルコックラのドイツ隊が調査した四十靴のほか、上流に位置するものを含めると八十靴以上を数える。これらの石靴は古くは六世紀から造営が始められているが、現存する壁画の多くは9から十世紀にウイグル人によって描かれたものであり。 14世紀、岩頂の頃に放棄されたものとみられる。岩屋は、石窟のほか一部に、オホスレンガで築いたもの、石窟とオホスレンガ靴を接合したものがある。ベゼクリクの仏教壁画は、ドイツ隊が、聖ン図と名付けた、この地特有の主題によるものが多いのが特色である。聖ン図とは、フッツが、前世の修行の苦毒によって、 大世に仏となる約束を授かるという主題で、構図は中央に、仏立像を一際大きく表し、その周囲に、菩薩、天部、陸、王、バラモンなどの像を表すものである。ウイグル時代の壁画には、寄進者である、ウイグル人の寄進男女を表したものもある。なお、ベゼクリクの壁画は、ルコック率いるドイツ隊によって大量に持ち出され、現地にはほとんど残っていない。 木星車利用機大谷探検隊将来、菅出土東京国立博物館像クチャは、古代の記事国にあたり、タリム盆地の北部、西域北道の中ほどに位置するオアシスト市である。前館はこの地に西域都合を置き、等は安政都護府を置いて西域経営の拠点とした。仏典を漢語に翻訳した、薬協像として名高いクマラジュは、クチャの出身で、父は、 インド人、母は、クチャ国王の妹であった。7世紀に、記事を訪れた現状は、大東西域記に、当地の様子を詳しく記している。それによると、当時のクチャには104所の伽藍があり、5 0余人の僧都がいて、節一切ウブを修学していたという。クチャ地区の美術活動を代表する遺跡として、キジルセックスクムトラセックツなどがある。キジルセックスは、 クチャの西約7 0トル、ムザルト川に面した断崖にある、仏教石窟群で約1キロメートルの範囲に236窟を数え、うち80窟余りに壁画がある。石窟は3世紀末、ないし4世紀初頭に開かれ、8世紀初頭ないし、半ば頃まで造営が続いた。壁画の主題は、本章図が多い。1903年に、日本の大谷体、 1905年以降ドイツ隊が当地の調査を行っている。ドイツのバルト・シュミットは、キジル、クムトラなど、西域北道の石窟壁画の様式を次の2期に分けている。第1期は、ガンダーラの影響の強い古典的様式機であり、祭筆を用いて、悲壮のある線を描き、彩色は、断色が中心である。第2期は、インドイラン様式で、筆線は、 悲壮の少ない鉄線病となり、彩色はラピスラズリの青色を含む感触が目立つようになる。明暗、濃淡などの対比を強調する点、クマやハイライトで立体感を表している点、人物の表情が類型的になっている点なども特色である。クチャの西南約三十キロメートルにあるクムトラセックスには、キジルと同じ様式の壁画のほか、旧世紀頃に属する、 看護の大気を伴う壁画も残されている。なお、壁画の製作時期については、放射性炭素年代測定の値を根拠に、全体に年代を引き上げるべきだとの意見もある。クチャ地域からもたらされた遺品としては、石窟壁画の他に、日本の大谷体験隊が将来した木製の、シャリ容器が著名である。シャリ容器におら座像処理地区出土ベルリンアジア美術館。 西域北道沿いの遺跡から出土した遺物として、カラシャール近くのショル地区と、トゥムシクのトックズサライジーン氏の出土品を紹介する。ニュライザゾウ千人、サンチャーリン本省ズドー像仏闘宝丹は、タリム盆地の西南方に位置し、西域南道を代表するオアシスト市である。漢語では古くは、ウテンと書いた。当地は、古くから玉の産地として知られている。地理的に、 西北インドに近いこともあり、紀元後2世紀頃には、クシャーナ朝の支配がこの地にも及んでいた。義書、西域列伝からこの地では、仏教が繁栄したことが知られ、5世紀の保健、7世紀の現状の訪問記録から、この地では、当時大乗仏教が栄えていたことがわかる。西域南道方面には、北道のような石窟寺院は見られず、寺院や塔場は、 レンガや木で作られた。遺品も、素像の他木、金属、布などを素材とするものが多く、具体的には、木片に描かれた絵画、木製の家具、貨幣、印象、拳婦、洋皮紙,紙文書などが今日に伝えられている。当庁に仕えた巧妙な画家、上祖、おつは宝丹の出身で、その画風は靴鉄板紙と評された。 靴鉄板紙とは、鉄線を折り曲げたような明確な輪郭線を持つ画風を形容したものである。上オおつ像のオリジナル絵画は現存しないが、後日の段々を入陸湿度の遺体は、彼の画風を忍ばせるものである。宝丹の北方にあるラワク遺跡は、仏教寺院史で、スタインによって調査された。二点七メートル八点九メートルの宝径プランで、 中心に、計9.7メートルのストゥーパが立ち、その壁面には、素像が設置されていた。これらの像は、ガンダーラフツとは異質で、むしろインドのマトゥラーの仏像に似たところがあるが、その様式の源流は不明である。ホータンの東北方には、流砂に埋もれたダンダンウィリクの寺院誌がある。ここでは、スタインの調査により、十数箇所の寺院誌が発見され、 壁画や遺体の断片が出土した。段ィ微陸の出土品では、第十字死出土の三種伝説に関わる遺体が著名である。銅像仏塔ミイランは、西域南道の東方に位置する仏教遺跡で20世紀初頭、ヘディン、スタインらによって調査された。ロプノールの南西の砂漠の中に城塞と寺院の跡が見つかっている。スタインはこの遺跡を、感情に記載されている。 全全国の都の城、泥城にあたると推定した。全全という国名は中国側の故障で、言語の国名はクロライナであったと推定されている。当地は東トルキスタンの中でもさらに東に位置するにも、かかわらず、美術には製法の要素が顕著である。特に重要な遺物は三号寺院と五号寺院の壁画である。制作年代は、 前者が3世紀半ば、後者が300年頃と推定されている。これらの壁画は、ストゥーパを巡る回廊の外壁に描かれていたもので、プルギア帽をこむる人物、花綱を担ぐ同時、これらを描く太い輪郭線、陰影表現など、モチーフ、技法の双方に、ローマ風が顕著である。ありがとうございます。